はい。ひとつき万札、シミです。今日はですね、あの、最低賃金1500円以上にしようと、全労連が生活費から資産出というふうに、えー、ありまして、これをちょっとね、コンさんと語っていきたいというふうに思っています。で、もう一個取り上げるのはですね、えー、日本の最低賃金を1500円に引き上げたら送る3つの悪いことっていうふうに書いてあります。この2つのニュースに関して、いろいろ話をしていきたいなというふうに思います。まあ、コンさんはね、この子供のね、いや いいはなくせるという新刊を書かれていて、すごい弱い立場のね、あの人たちの取材をずっと続けていて、まあ、その中にも最低賃金で働いている人たちっていうのが、まあ、当然入ってくるわけですよね。で、この最低賃金をどういうふうに引き上げたらいいかっていう話をですね、えー、今日はコンさんと話をしていきたいなと思います。コンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、えー、1800円この本。 ね、いやーでもね印刷所とかコンさんのねあのいろいろ考えるとねやっぱりこれね3,000円じゃないとダメなのって言われて「うん!」って納得する人、ね、突然あの近所のねあのコンビニとかで、えー、例えばあの、まあ、何でもいいやペットボトルがさ1個さあの100円で売ってたと、ね「いやーでもねこれいろいろあの考えると、えー、150円じゃないとダメなの」っていうふうに言われたら「うんそうだね!」 当然だよって納得できる人、どれくらいいますかいないでしょね。あのー、だからね、この最低賃金が上がることは、まず私はいいことだと、ねあの、思いますよ。で、ただし、この生活費から算出っていうふうなやり方、これはですね、まず、あのー、まあ、経済学者ではなくてですね、社会学者かなの、すごい有名なピーター・ドラッカーさんとかね、えー、もう言ってるし、マーケティングとかの考えだったときに、 コスト、ね、例えばこの電卓があった時にですね電卓を作るコストが1000円かかっただから追加で利益が欲しいから200円上乗のせして1200円でーすとかっていうふうなやり方ねそういうのは最悪のやり方だってたんですね最悪のやり方なんですこれはねじゃあどうやったら最低賃金って上がっていくんだろうっていうところを含めて 考えていきたいというふうに思います。コンさんね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、このねー、でもまあ、普通に考えてそうじゃないですか。皆さん考えてください。例えばこれ、えー、よいしょ。マイクのテスト中、マイクのテスト中、マイクです。これ2万円ぐらいするんですけど、あのー、まあでもね、やっぱりこれ、いろいろ考えて、 あの2万円じゃなくて3万円じゃないと無理ですとかっていうふうにいろんな皆さんがそばにあるいろんなもの何でもいいやこう目の前にエアコンの,あのリモコンあるけどさエアコンがあの全部1.5倍値上げしないとやってられないんですっていうふうに言われていやそりゃ仕方ないとって納得できることってほとんどなくないねでこれがもうちょっと分かりやすいのが近所にパン屋さんが3つあってさ「いやうちはやっていけないから値上げします」っていうふうに言って で、中身何も変わらないんだよ。中身何も変わらずに値上げして、他のパン屋さんが値上げしなかったらどうなるこのパン屋潰れますよね。だから、あの、単純に、うちらこれ以下だとやっていけないからっていうやり方で、えー、お金をくださいというのだと、多分、多分というかこれ無理なんですよ。それ、逆の立場になったらそうなりますよね。皆さんもわかるでしょで、それを、 これ大きく1個問題があってねあの逆の立場になったらそら勝手に値上げされたらたまったもんじゃないやってけんわでも俺は生活困ってるから値上げしろってこれなんで言えるんだろうっていうねここが私は日本経済が停滞してる大きな理由の一つが含まれてるんじゃないかなーっていうふうに思いますねでねこういう話をするとあっコンさんまだ喋ってんの大丈夫俺あどうぞどうぞうんこういう話をするとさ あの労働者と経営者は、ね、あの違うんだとかねあるいは労働者とその、えー、経営者の持っているデメリットとメリットは違うんだとかね、まあ、いろんな話がありますよ、ね、であるいは労働者はあのそこまで権利がないとか経営者は儲かった時たくさんもらえるじゃないかとかね、まあ、そういう意見があると思いますでちなみに私はですね一番安い時の時給マイナス5万円 <laughs> マイナスや <laughs> そ<う> <laughs> 一応突っ込んこで <laughs> 働けば働くほど証が増えてうわーどうしようっていう時にまあでもねあのこれぐらいもらわないとやってられませんからっていうふうに言ってもらうことはできない経営者ねだから経営者は底抜けなわけですわ、うん、ね、うん、えー、その代わりうまくいったらあーのーまあたくさんもらえるっていう、まあ、そういう構造になってるんだけど、うん、じゃあ、あのー、労働者と経営者の違いとかいろいろね 語るじゃないですかこういう時って大体さ「老、うん、組対立」こう「うわ」ってこう古い言い方ですね古い言い方、うん、ねここに決定的に抜けてる視点があるんですよ、うん、決定的に経営者の視点を学ぼうとかね、うん、あの労働者の視点を学ぼうとかね、うん、そんなことはねもう今日はもう私はどうでもいいと思ってます、うん、何が抜けてるか、うん、お客さんですよ 関係なくなくい例えばあのいつも使ってるパン屋さんとかさ弁当屋さんがさロー、うん、対立とかってうわーってこうやっててもさ、うん、我々が気にするのさおいしいかまずいかでサービスが適正か価格が適正かだけでしょだから私はお客さんの視点っていうのを持たない限りこの問題は解決しないし日本全体沈んでいくだけじゃないかなーって思うんですけどコンさんどう思われます 全くあのー、要するにお客さんはさ今清水さんがおっしゃったようにね、うんあのー、自分が買いたいパンを売ってる人とそれを雇ってる人の間にある関係なんて、うん、まあそんなに興味ないよね、うん、簡単に言っちゃうと、うんうんで。興味ないんだけれども価格が突然次の日から翌日から1.5倍になったりすると1.5、うん、倍 それでも美味しいから買っちゃうって人とあもう買えないわって人とやっぱ分かれていくわけですよで1.5倍ぐらいだと例えばもともと100円のものが150円だったらそうだなと毎日買ってたけど2日にいっぺんにしようとかそういう考え方もあるわけだいずれにしろ客は離れるけれど利益はそんなに変わらないってことが実は起こるそれぐらいその何て言うんだろう自分が買いたいものに対する品質 があが変わらなければね品質が一貫して1.5倍になったら嫌じゃんだけど品質は変わらないんだったら今までの愛着を持って買ってた人はまあまあ毎日耐えるかもしくは2日に一っにするかっていう形なのでまあ変な話利益上がるかもしれないわけよ下手するとね何んかというと価格が1.5倍になってるからお客が仮に半分になっても別に問題ないでね 大事なことは、そういうお客さんのマインドに立って、じゃあ商売をしてる人がどの程度いるのか問題とて結構あってね、うん、売る側がね、おごり高ぶりを持ってしまうと、うん、やっぱりね、品質が落ちたりとかね、うん、あるいは不当な値上げをしてしまったりってことが起こり得るわけ、つまり、それはね、あこの値段じゃやっていけないなと、じゃ、うんうん、もうあしから1.5倍だっていうふうに、ん。 売る側がそう勝手に思うとそれはそれでおいおいちょっと待てよと、うん、買う側の気持ちはどうなってんだって話になるわけ、うんうん、でこれと全く同じ構造が変な話今まで時給1000円で、ねうん、あの働いてた人が、ね、1500円にしろと1.5倍にしろと、うん、で言ったらその人の能力が1.5倍になるのかって言ったらならないでしょ、うん、って話なきゃ。 つまりその人のスペックとか品質は変わらないまま1.5、うん、倍俺を高くあの買ってくれって話になるわけだよね。そうすると、えって話でしょ、どんな人もわかるよね、それはね。うん、で、そこで、いや、でも貧困問題がとかね、子育てがとかね、うん、まあ言う。 やっぱ自分がお客さんになったときにいや、うん、うちのパンを1.5倍値上げせえへんとうちの子どもの学費も払えないんです、うん、大変なんです買ってください100円だったら150円ってください買ってくださいって迫られたら重い、<おも> <laughs> ちょっと行くのやめようって。でしょ、それと同じなんだよね、うんうん、つまり労働市場っていうのも実は1.5倍に最低賃金を上げてしまえば、うん、それを払う側にしてみれば重いな って思うわけだよやらって、うん、つまり1000円の本がいきなり次の日から同じ内容なのに1500円になっちゃったら、うん、やっぱり買いにくいでしょ、うん、それと同じように時給1000円でやってる人が1500円の時給にしてくれっていうになったら雇うん、野党側にしてみれば重くなるわけだよね、うんうん、当然もしこれを3000円にしろいや3万円だとかさ、うんね、あの時給3万円ですかみたいなさ <laughs> ことを言い出いかねないぞと思ったらうん、うん、警戒するじゃんやっぱり。うんうん それよりも、私は今1000円でやってて明日からも1000円で構いませんが、うん、日々進化しますと昨日まではもうあのボキ検定、ボ金1級ぐらいしか持ってませんが、うん、次の日には、M M、MS、K、検定を、うん、持ってますと、うん、3日目には英検1級まで持ってますと。うんうん でまあ必要かどうか分からんけど、まあ、職場に必要だと求められたと思うなら <laughs>、うん、私はその検定を、ね、あの派遣の OL のあの子みたいな女の子みたいにすごいとれたてのマグロとかもさばけちゃうぐらい <laughs> <laughs> あれすごいじゃんドラマ的に <laughs> えお前さばけんのって思うんだけさばけちゃうんですよ。うんで そういうこともあるかと思って資格を取っていましたっていうわけだよそしたらさ派遣の時給どころじゃないこいつ1.5倍どころか10倍ぐらい時給上げたくなるじゃんめちゃめちゃビジネス案件を勝ち取ってるわけよ彼女のおかげでそれでも彼女は別にいりませんとこの程度の子ができて当たり前ですと。 よく考えると使い勝手のいい派遣オイールなんだけどねまあそうそうそうだからあれは派遣の品格っていうドラマは <laughs>、うん、あ設定からしてそんな好きじゃないまあでもねあのーうん、その価値がこう上がります、うん、だから価格が上がります、うん、とかねそのやっぱ何にも変わらないのにその上がったらさやっぱこれお客さん視点で見たら、うん、はって感じするやん うん、でもねじゃあそれをお客さん視点を学ばなければダメだよねっていう話にしても多分通じないと思うんです私は。なんで我々はそこを見落としてるんだろう、うん、こっちの方が私大事だと思うんですよね、うんあの。どうしてそのお客さんの都合には関係ないよねって、うん、でお客さんが評価してくれるかどうかが一番じゃんって。 うん、っていうのが抜け落ちて自分の生活レベルのためにはこれだけとか自分の,その会社のためにはこれだけ価格が必要とかっていう風にうん、なんでスッと思っちゃうのか、うん、でこれね経営者もよくあるんですよ、うん、一番儲からない経営者、うん、全く儲からない経営者、うんね、あの経営者はねあの見てる人少ないから私ズバリ厳しいこと言います。うん、ねあーのー 業界の相場で価格を決める人ああ<ー>もう完全にいや業界の相場通りやって「おうはうはや儲かりまくりや!」っていう人なんか見たことない。あ<ー>、まあ、名言ですな。業界の相場で決めるっていうことは<ー>自分が自分のね商品ねを売るときに自分の労働時間を売るとき、まあ、経営者だってね、うん、そうだからねあのその時にあにいいねで決めてるってことよ。 うん、だこれでも,これもさ自分の商売に置き換え、うん、自分がいつも消費者としてお客さんとして行動してるとき見たらわかるでしょねあの例えば iPhone とかさこう売ってるところがあると、ね、いろんなスマホが置いてるとねあのいいねであの売りますっていうふうに書いたじゃあ1円でって言わないそうなんで <laughs> ねでそれだと経済が崩壊するからあの大体の相場になっていくんだけども。あの、うん 結局ね、業界の相場で自分の価格を決めてる人っていうのは、やっぱね、経営者としてはね、うん、儲からないんだわ。うん。だから、で、これ、要するに、お客さんとか、あの、なんとなく雰囲気で決まっている業界の相場っていうのがあって、うん、これはこんなもんね。例えば、作家さんのじ、うん、あの、印税はこんなもん。ね。で、あるいは、カメラマンの、えー、報酬はこんなもんとか、いろいろあるわけ。うんうん、こういうのってね、あの、 言ってみれば客のいいねなわけです、うん、なんとなく決まってるでこれにね守ってる以上はダメ、うん、で、えー、じゃあやっぱ一応翻ってみるとね労働者も自分の給料を自分でねいやこれぐらいだっていうふうにあの決められない人ねは、まあうん、周りに決めてもらいたくなるじゃんなるほど法律上1500円ぐらいっていうふうになってたら、うん、ねいや私の時給は1500円です最低賃金はこれぐらいですって 言いいやすいよねそれはだって国が相場を作ってくれるんだから、うん、でもなんで今例えば800円とか900円で働いてる人がね「うん、私は1,500円ですよと」と、うん、どうして言えないんだろう、うん、これも次のポイントだと思うんですよ。なんでお客様視点を忘れるのかっていうことと何で自分の時期を自分で提案しづらいんだろう、うん でその時に自分の時給をんで提案しづらいんだろうっていうふうに言った時に、うん、ねあのいやそれはだってお金のことだからとかっていうふうに思うかもしれないだけどあの世の中に出たらお店でさ自分で決められた商品が鬼のように並んでるわけですよ <laughs>、ね。でそれになんか自然とあの買う買わないって決めてるわけでしょ。うん ってことは消費者視点ではその時やってるんだけど自分がやろうとなった途端言いづらくなる、うん、だからなんでお客様視点が抜けてんだろうっていうのとその次に、うん、あのなんであの自分の時給自分で提案できないんだろう、うん、この2つが私はキーポイントじゃないかなっていうふうに思いますねうん面白い、うん、あのー、まあ結構ね、うん、ひと月満き万冊では何度も僕が解説してる枠組みで言うとね、うんうん えともちろん労働者として優秀さ、つまり自分高く売るために何かをやることは大事なこと、うんうん、な,なんだけれどもあの、社会っていうのはさあ、そこにあるマインドによって実は成立してるわけ、うん、なので、よくみんなが資本主義とか言うけれど、うん、実は資本主義っていうのはまだ成立してないんだよ、日本では、完璧には、少なくとも。うん で資本主義の前段階を前期的資本というんだけれども、うん、要するに、じゃあ何が違うの前期的資本と資本主義ではと、うん、これ簡単で商売をする側の人間が儲けた儲けることに対して消費者とか一般市民が儲けていいよって思えば資本主義になるわけ、うん、簡単に言うと、うん、でそうじゃなくていやどうせユダヤ人みたいに、ね、悪霊商法で儲けたいだけなんだろうと。うん 思ってる限りは当然売る側もどうせそう思われてんだからあくどいことやるわ俺の幸せしか負わないわお前らなんかに還元しないわってなるわそれが前期的資本の段階です簡単に言うとで要するに儲けるここととは昔いしだったんです実はユダヤ人がのさばる前はキリスト教圏ではねだからそうっお金をねガツガツ集めるなんてあなたはユダヤ人みたいだねって言われちゃうわけそれこそで ところがユダヤ人はそれはまずいと。いずれそんなことだったらユダヤ商法は通じなくなると。うん、だから、儲かったお金をどういう形で社会に還元していくかって話なわけ。うん、自分のところに溜め込んでいたらもちろん回らないわけよ、うん、経済って。うん、だから、なも,うもちろん内部留保をやっちゃいけない、いけないっていう左翼的な言い方をしてるんじゃなくて、うん、内部留保は当然必要なんだけど、なるべく社会のいいことに使いましょうとかね。うん なればあ,なるほどあそこ儲けてる割にはちゃんと自分ら労働者とか自分こう雇用されてる側の人間に対してかうん、うん、何かの関係があるぞと、うん、例えばそれこそ、あのー、子供をいじめしているものを、うん、解決するためにお金を使ったとかね。うんうん あるいは財団作ってビルメリンダ財団で今、名前変わるのかな。離婚して、ね、<laughs> るから、ね、名前変わると思うけど、うん、要するにた蓄えたいわば私服を肥やしたその私服の部分のお金を財団を使って、うん、あの感染症対策とかさ。 実際にお金を民間市場に今度は戻していくっていうことをやってるから多少なりとも罪悪感を持ってたね、儲けた儲けた、うがうがしてて、て俺しか儲かってねえやって超格差社会作っちゃったと思った時にせめてそれをアウトプットしていくと吐き出していくとそのようにして社会がそうだよなと儲けたんならそのぐらいの考えは必要だよねとよくやってくれてるよと思ってくれればこそ資本主義は回るんですよ。 それを思わずにどうせでちょっとしか財団に金出してないんだろとかっ、うん、て思われているうちは前期的資本なわけ前期的資本ではそのようにしてそのなんて言うんだろう、えー、いわば消費者だったり一般社会からあの儲けている人間が憎まれちゃうっていうのが前期的資本で憎まれるのではなくてきちんとみんなが理解して共感を得るような、うん、その儲けた金の還流っていうことをちゃんとやると、うん、で社会的信頼を得れ,得ればこそ、うん、ね あのもっと儲けてくださいになるわけじゃん,うん、うん、だってあ,あの会社儲けさせればさせるほどうちらにいい関係があるぞと、うん、っていうふうに理解されて初めて資本主義が作動するわけまだ実は売る側の,あのなんていうか経営者も買う側の消費者側もあるいは雇われる側もうん、うん、まだこの同時代の21世紀になってもです、ねうん、そういうふうに儲ける人間に対して、うん、イエスって言えてるかって言ったら、うん、言えてないわけ。 逃げてないねそら残念だけれど、うんうん、だからまだ資本主義が始まってるというよりは、資本主義に片足突っ込んではいるんだけれど、うん、あの要するになんとか還元しようって人たちも一部にいるからね、うん、ただほとんど多く、例えば日本の経団連みたいに1%クラブってあるんだよ、うん、経団連、うんうん、これは要するに、利益の1%、会社としての利益の1%を社会公献に回そうっていう、うん、1%, 1かよって突っ込みたくなるんだね。そそ <laughs>、ねね、そうそうそう だからなんだ仮に1000億円だったら10億ぐらいの話だよね、うんうん、でその程度って話しないで、うんやけど簡単に言っちゃうと、うん、あのこれね、かわいそうだけど法人格は1%でも大きいんだけど、うん、個人の感覚でみんな見ちゃうじゃん、うん、例えば1000万の人間が10万しか寄付しなかったら、うん、おいおいって思うじゃん、うん、年収1000万の人間なのに10万しかも寄付しないのっていう。うん 99うん、私をのって見ううえるでしょ、うんうん、だから僕は経団連の1%クラブってちょっと見せ方が1%って言っちゃってるから <laughs> あどうかなっていうやっぱり気にするしあとやっぱり、えーまあ、左翼との対立があるよね労組、うん、との対立がどうしても、うんうん、だからどうしても強いものに見えちゃうわけだよね、うんうん、経団連たちがあのでしかも自民党,党に対してがガがーガー言ってあの雇用政策にも影響があると、ね、やっぱショッカーじゃねえかとあいつらの。うん いうに民衆から思われちゃったらそれは資本主義が作動しないわけだよ。まあ簡単に言うとその儲かってるところすごいねって褒めてあげられるか。うん。それだねでさっきさ年収1000万円の人が10万円しか寄付しなかったら少ないっていうふうに感じるでしょでもさ民衆はね民衆は感じると思うでしょでも年収300万円の人がさねまあいっぱいいると思うんだ。 うん、あれは年収200万でもいい、うん、200万円の人からするとさっきの計算で言うと2万円ですよ、うん、ね年収200万円の人がさ例えば、うん、まああの日本よりも所得が安いところってだんだん少なくなってきたから <laughs> あの言いづらいんだけども <laughs> 例えばバングラディッシュとかさインドの貧困層の人たちから「うん、お前ら年収200万ももらってんのに、うん、年間2万も寄付してないのだ。 いいね、ケチケチケチ日本人ってケチって10億人ぐらいの貧困層から、ええ、毎日ツイッターで書かれたらどう思う <laughs> いや俺がだって生活がって思わないそう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 ,そうこれも結局だからねあの、うん、儲け感覚としてその、うん、やっぱり一利益の1% 1%かよ、ねうん、うって思っちゃう人多いと思うんだけど、うんうん、カツカツなのよ、まあ、そもそも経団連なんか雑魚だからうん世界から見たらそうねそうね <laughs> まあねあのお客さんの視点をなんでみんな忘れるんだろうっていう点に関しては、うん、私はすごい理由は簡単だと思いますよ、うん、あの考えてないずっと考えなくてよかったから、うん、あそうね、うん、そうね、うんだってあの 毎日皆ささん出勤されてるでしょでその時に「今日も売るぞ!」ってお客さんに今日もお金もらうぞーって思って出勤してる人どれぐらいいるほとんどいないと思う。で、うん、物を売るっていうふうに言ったらさ営業の仕事。うんね、で営業マンは大抵「こんな売れねえのはさ、ね、商品企画部が悪いんだ!うん」って思うわけだ。 で、うん、次にあの事務員さんとか「うちの会社貧乏ね私はきちんと真面目に仕事してるわ」こんなんところがほとんどよほとんどですあのお客さんに今日も物売るぞお客さんに今日お金もらうぞってやらなかったら会社って消滅するんだ,、うん、だけどなんでそれ考えなくて済んだのかっていうと、うん、まず一つは高度経済成長期っていう うん、外的な要因があって、あれは日本人が頑張って成長したんじゃないですよ、うん、単にあの戦争が周りであって、アメリカが占領した手前、ですねここをあのソ連と中国にあの戦争占領されるとね、共産権になっちゃうと、じゃあ資本主義のうまみを教えてやらんとなと思って、まああの,もの戦争で使うものとかをさもう、猛烈に日本の工場とかに発注したわけ。うん でそれでこう日本が景気が上がっていったこれって日本人の真面目さとかねあんま実は関係ないんだ、うん、残念ながら、うん、でその次にやっぱり大きな理由っていうのはコンピューターがなかった、うん、大きい工場があってでそしてそのみんながねきちんと言うこと聞いて動かないと、うん、その機械が動かないって言、うん、これに関しては日本人は得,得意だったんですよ、うん、でそうするとたくさんものが作れるようになるわけだ <で>うん、そしたら、当時の日本で物、えー、を作ってですね、まあ、いいものができたとかっていうのもあるのと、まあ、さっき言った冷戦の構造とかがあってですね、ど、うんどんどんどんもう物が売れていったわけですよ、ぐーっと。うんうん、でもね、コンピューターできたやった。もう。うん、でその挙句にバブルが崩壊したわけですよ。もう一生懸命真面目に働いてもですね、うん、意味ないのよ。うん、だって、コンピューターに勝てる人いないもんで。しかもこれから AI とロボットになるんですよ。うん、だから、 真面目に働いてれば給料がもらえたっていう期間が戦後からずっと何十年もあってね。で、その遺産の食い潰しで真面目にぐーっと頑張った。ねそう。で、考えなくてもよかったのよ。それのせいでお客さん視点っていうのを失った。だからこの、私はね、何度も言うけど、最低賃金で上がった方がいいと思うよ。上がった方がいいと思うんだけども、この生活費からね、 必要だから1500円にしてくださいっていう意見はわかるけどこれだと意味がないなっていうふうに私は思ってしまうなだからずっと考えなくてよかったから、うん、あまあそういうふうになったんじゃないかなって思いますある意味ねあのグローバル経済っていうものを意識し始めたのがおそらく90年代終わりぐらいからだと思うんだけど日本ってさ国内マーケット、まあ、内需の中でなんとか回るっていうふうにおごり高ぶってたわけよ。うんうん ところがさ、中国人の安い労働力、今は違うけど、うん、あのだんだんあの中国に工場を持った方がええわとかさ、うんね、中国の品であのあの手拭い1つ買った方が安いわとかさ、うんうん、っていう風になってくると、結局は何、こっちでもともとやってた工場も潰れますわなと、実際あのあ、そういう、あのなんだっけ、あそこの四国のタオル組合なんかね、業、はい、者が半減しちゃったっていうのがあるんだけど、うんうん <laughs> でその時にさ、どういう生き残り戦略考えるかっつった時に、うん、安い労働力や安い価格とあの競争してたら、うん、それを負けるんですよ、うん、簡単に言うとなぜかというと、中国以外のベトナムとかね、うん、あとその他のアジアの諸国は、やっぱり中国より安い労働力だったら発注した方がいいから、うん、いやでもどんどん上がっていくわけだよね、うんうん、でもっと安いと、まあ、それこそバングラデシュまで、うん、バングラデシュは今、まだまだあのアジアの中では貧しい国だけれども、うん、まあ、 先輩たちを見習ってっててこことが起こりるわけだよねうん、うん、そうすると安さ競争では負けちゃうに決まってるわけ、うんうん、日本人は。なんでかっていうと、もし1000円だったものを100円で売りますってところまでやってきたら、それはさ、品質がまずさ、守れない、うん、守れない上にえに、ー、利益がない、うんうん、そんなもんやるわけないじゃんって話だから、うん、もう、はい、配慮するしかないよねって話になっちゃうけど、うん、安さ競争っていうのは、会社を潰すんですよ、簡単に言うと。うんうん だそれは消費者が求めているからといってそこに乗れば乗るほど今度は雇用のパイとしての会社がなくなっちゃうよと、うん、それでいいんですか皆さんって話になるわけ、うんうん、んで結局その四国のタオル組合が、ね、何をしたかって言ったらはもうぜはんは2人に1人の業者がいなくなっちゃった、うん、職人もいなくなっちゃうわけだから、うん、だったら残った人たちは高価格帯に勝負できるような職人の技で勝負しようっていう,ような話になったそれが今治タオルだよね。うん タオルブランドってやつなんだけど、うん、そうするとねもうすごいんですよもう三つ星以上のホテルだったら、うん、大体今治タオルあの国内外のホテルで、うん、ものすごい売り込んだ、うん、でものすごい職人の技日本の職人の技をねうん、うん、高く評価してもらうようになったわけですよそれで。 やっぱり、ね、中,中国製のタオルと張り合ってちゃだめだったわけですよ、うんうん、生き残れないってことです、うん、さっきだから清水さんが、もう総鉢じゃだめだって話を、ねうんうん、冒頭にされたけれども、まさにあの今治タオル組み合それをやったんだよね、うん、俺たちの技は100円とか200円のタオルじゃねえんだと、うん、簡単に言うと,と万がふあじゃあ、桁が2つ以上違うよと。うん 俺ら本気出だから追従者いないんだよそうするとうん、うん、本んに職人の腕が良かったから、うんうん、だからあとはもう何て言うかね職人はものづくりの方だけどうん、うん、売る側の意識だよね、うん、職人のプライドにかなうだけの、うん、高い値付けをしてもちゃんと売れるっていうところまでうん、うん、経営者が意識改革してやったからできたわけでうん、うん、僕ねこれ一つ大きなねヒントになってると思うもし自分たちが1000円から1500円の1.5倍の そのなんてうんだろうな最低賃金をね、保障してほしいならば、うん、僕らはやっぱり自分の持ってる能力とは何かっていうのをね、うん、労働力としての自分というのをやっぱり考える必要があるんだよと、うん、で何が足りてて何が足りないのかっていうのもこれ、すごく大事で、うん、ところがさ、今まで日本の学校教育というのは清水さんもこうやってあの教室入って、ねうん、みんな同じ勉強しましょうと。 <laughs> <laughs> で、<laughs> あにげちゃだめっつってこうやって逃げてきてね<逃げ>、<laughs> <laughs> そう <laughs> ってやると、みんななんかところでみたいな知識しかないわけだよ。で、同じ知識量しかない人を、ね、うん、誰が評価しますかって話だよ。労働力っていうのは、人と違うものがどれほどできるかな、うん、簡単に言っちゃうとで。こんなことをさえ学校の教師は教えられないよ、うん、経済学者だって教えてないよ。うん 簡単に言うなぜかちょ言っと、っっ<え>人間は物じゃないからさ、うん、これね例えばあのところてんの飴みたいなもんだったら別にいいんだけど、うん、あの金太郎飴みたいなもんだったらより安く作ってさ、うん、同じものがあった方が安心するでしょうよと、うん、人間全く同じ発想で同じスキルしか持ってない人間をどれほど高く売れるんだって話なわけ、うん、簡単に言うと、うん、だから他の人ができないこと他の人が知ろうとしてないこと、うん、他の人が掘り下げてないことうん。うん めっちゃそれをやりましょうよ。うん、それこそ自分らしくなるよ。うん、あの、まあ、労働市場の中で。うん、そうですよね。だから学校教育から始まって、真面目に頑張る。あれ、すごい私弊害だと、まあ、私不登校してたから、あの、うん、知識としてしか知らないんだけど。その、うん、まず画一的なルールの観光環境下に置かれてますよね。偏差値っていう。うんうん、で、その中で一定程度どう努力すれば。 評価が返ってくるか、まあ、要するにたくさん勉強すればどうかっていうことが、うんあのー、決まってるわけじゃないですか。要するに評価軸があって、でうん、一定程度、あのーまあ、時間を投入すると、この評価の中で上がっていく、ただし、うん、そこには才能という個人差がありますっていうものじゃないですか。でもこれってさ全く 社会にに出て役に立たないんですなん,<う>なんでかっていうと逆にねあの売り上げを上げるためにはこういうねマニュアルがありますでこれを学んでいけばいくほど売り上げが上がるんですそんなのある <laughs> ないよいや本屋さんに行ったらね嘘800書いてるやつはあるよ年収条件にする方法これさえ学べばこうやって上がっていくってねあれ今日、うん、詐欺だからねあの、うん、何かしらあの <laughs> 競技があって目標値があってね、えー、例えば年収1億円強っていうのがあるとしましょう、えー、1>, 1億円を目指すためにはこのような修行を積んでいきますそうするとあなたはここに下脱することができるんですこれねオウム真理教と一緒だから世界、うんま、中のカルトっていうのはそういうふうに目標値があってそれを下脱と呼ぶのかね なんか転生でも何でもいいわ、たとえでも何でもいいわ、<laughs> 目指すところに、こういう努力をしていくと、この今日我々の競技の中でこうやって努力していくと上の方に行けるんですと、そのためにはこれ買って、うん、あれ買って、で特別コースが欲しいんだったら、これ買って、あれ買ってって、こうなってんのね。でもこれ、うん、学校教育と一緒だよ。うんね、あの東大法学部合格っていうのがあって、これだけあの勉強しなさい、勉強しなさい、勉強しなさい。あ もっと特別な方法師じゃあ塾の特別よゼミ合宿に行こうとかさ、うん、一緒なのよでも社会に出たらそんなの何にも役に立たないよ、うん、にもかかわらず学校教育で一定努力すれば一定の成果が返ってくる、うん、で成果がなかったのは自分が怠けたせいだ、うん、これ嘘なんだよ うん、例えば私うつ病でねあーあーあーああってもう,もう2年間ぐらい動けなかった、うんうん、でそしたらね前勤めてた上場企業の,あの会社からさ管理部から連絡上がかかってきたのへえ<ー>ね、うんで「何、えー、ですか?」とかっつって言ったら「清水さんあのすみません忘れてるかもしれないんですけどあの清水さんにあげたストックオプション新株予約券、うん、これの期限が うん切れかけてるんですけどっていうふうに。うんうんやべえ。で、忘れてたからさあそうなのと。ねあの、あそうなんだと思って、で、株価調べたらさ、うん四倍らい順調に船取るやんけ。これ、多分鬱じゃなく鬱で忘れてなかったら、うんこれ、株価上がった、下がった、上がった、下がった、上がった、上がっどうしようどうしようとかって、すごい気が気じゃなかったけど、 うん、私が鬱つでぶっ倒れてもうそんなこと考えなくないやだやだやだ」とかって言ってる間に株価が「うん」って上がってて「<laughs> 売ります」そう知らだって言われて。それで私うつだった時にね、うん、あの何とか生活費が工面できて、うん、会社もああののまたあの再スタート、うん、あのできたっていうオチがね実はあるんだけど、うん、でもそれさ 俺、なんか努力したそれ <laughs> 何もしてないよ <laughs> しかもそのストックオプションっていうのは上場企業の役員だった時にいやいらないよ俺ってそんなの、うんうん、ね、まね、あ、社長が友達だったから役員やってたけど俺ぶっちゃけそんな大して「いいよいいよ他の人にあげればいいじゃん」って言った時にそこの社長が「いやいやまあ清水さんもやってくれてるし周りにあげるのに清水さんだけあげないのは申し訳ないからさ」 うん、でって「あっそうおしゃあないな」って言って思って、うん、はいポンってハンコついてもらったやつなんだけど、うん、それとこここのどこに努力があんの <laughs> なんもないよ、うん、でも商売ってそういうもんだよでそういう現実を知らせないで、うん、学校でね真面目に勉強すれば点数が上がる、うん、なんてことしか教えてないのは。 うん、最悪だと思う、うん、学校の授業半分ぐらいはいくら真面目にやってもうまくいかない、うん、あるいはなんか不真面目にやってたのになんであいつ1位なのみたいな授業をこの入れとかないと、うん、現実に即さない、うんうん、学校教育って本当にこう何つったいの弊害多いなって、まあ、だから私行かなかったんだけど、うん、だから学校に行くとバカになっちゃうんですよ、うん でも、親御さんも含めてね、当事者の子供も含めてね、うん、学校に行かないと自分は将来どうなるんだろうって不安をね、うん、与えられてるわけ。やっぱ別に学校行かなくても大人にはなるよと、うんで。しかも学校に行かない間に学校とは別のことを実は学ぶことが多いわけ。うんうん、で、まあ起業家になる人ももちろんいるでしょうよと。うん だけどさっき冒頭、西目さんがおっしゃったようにね、うん、あのお前、中卒だろうとか高,高校中退だろうって言って、うん、時給を決められるっていうのは相手の基準に合わせることですようん、うん、だったら別に学歴関係ない仕事やろうって思った方が早いじゃん、うんうん、そして学校の先生なんかさ教職の免許を持って学校の先生しかできないデモしカ先生なわけだからど、うんど、うん,ん学校教師辞められなくて、うん、学校教師を続けてるだけの話で、うん、これだけ転職率が高いのにね。うん 大学生だって20代のうちには3人に1人は辞めてるわけだよ。うん、だけど学校教師は辞められないんだよ、それしかないから。うんうん、だからそれは貧しい生き方と言ってもいいぐらいなんだよ、うん、選択肢がないんだもん。うんね、だから挨拶せ教師も出てくるわけ、俺からすれば、うんね。自分の選択が教師以外にないわけだよ、人生の中で。一生教師やれって言われてるわけ。うん、でしかもあの、残念だけれど公務員って大体約2割がせあのうつ病で休職したりするわけよ。うん それぐらいストレスフルなところをさ、うん、60歳まで勤め上げようとするわけだよ。きついね。当然、ストレスになるに決まってるやん。うんうん、しかも選択肢がないと思ったら、逃げられないから、うん、そうやっておかしくなっていくわけじゃん。うん、民間企業の場合は違うんだよ、うん、何度とも言ってるけども、転職率は高いんだよ、むしろと。うん、でむしろ会社が突然、僕なんか小さな会社だったけど、突然会社がなくなりますって言われるわけですよ。うん、それが経済ってものです、簡単に言っちゃうと。うん 誰のせいでもないかもしれないですよ、じゃあ、次に再就職するか、それとも今まで培ったプロフェッショナルスキルを利用できるかどうか分からんけど、フリーランスであるか、自営業者としてやるか、半年間、僕は一生懸命売り込んだら、とりあえず困らずに食えたわけです、企業手当の半年間を超えたあたりから、やっと経済が回り始めて、僕は初年度から年収六百万ぐらい。 ああ,ったあ,あ,あ、そうそう、だからね、あのよあのね自分の価値とかを、ね、あらかじめそのどこだいてたとかさ、うん、そんなことで勝手に評価されるよりも、自分は自分自身に対して恥ずべきことをやってないだろうか、うんうん、自分は本当は A というものを望んでいるのに。うん A’ ダッシュとか A’ 2ダッシュみたいなものに妥協しながら相手の基準に合わせて生きてないかっていうことはね自分の胸に聞いた方がいいと思うそれ、うん、そのことってすごい大事でね、うん、だってお前どこ大レベルなんだかしょうがないじゃんとかっていう他人の眼差しで自分を査定することはやめようようん、うん、それよりも自分はどういう人生を生きたいのか、うん、そこ辺りから根源的に考えればあ別に大学いらなかったなって思う人もいるかもしれない。うん で自分が欲しいのは学歴そのものよりもこういう自分なんだってビジョン、うん、やっぱりそれをもって自分が自分を評価するっていうことに慣れていかないと、うん、ずっと一生他人の基準に振り回されて、うん、だから時給を上げてくれみたいにお小遣いもっとちょうだいって言ってる人とあんまり変わらない感じになってくるわけよ。うんまあ、やっぱこれねあのあ大丈夫です、ね <laughs> うん、どうぞあの これじゃあなんでさまずお客さん視点を忘れちゃうんだろうって言った時に考えなくてもよかったのよ、うん、日本はうんずーっと上がっていく環境にあったの、うん、でその上がっていった環境がなくなった後にその作った時のねあの遺産でずーっと食いつぶしていったわけうんでそろそろやばいっていう状況ですよそうなのよ、うん、で<お>じゃあこのじゃあもう一度高度経済成長っていうのは無理ですよ うんねあの起きないと思うもう一回アメリカとさ中国がさこの戦争したとしましょうよ、ね、冷戦になったとしましょうその時に日本が中国に共産化されないように儲かってもらわないと困るなんてもう思われないって <laughs>、うんね。で、えー、じゃあそじゃあ次にさあのなんで自分で自分のお金をねあの決められないのと。 でなんで自分で自分の売り込みってできないんだろうっていうふうに考えたときに、うんうん、まあ他人の尺度でね本さんも言われた通り、うん、決められるのが当たり前になってるこれはねかなり厳しいと思うよであのダイヤモンドの記事の最後にも書いてあるんだけども最低賃金がね上がっていくためには国が経済成長するしかない、うん、まあもうその通りだと思う <laughs> だって売り上げが上がらないだってお旦那さんだって困るよね うん、あの奥さんだって困るよね例えば奥さんがね、うん、あの旦那さんが月5万の給、あのー、お小遣いじゃやっていけない6万円にしてくれ、うん、ね俺飲みに行くのが増えたんだと、うん、えあなた給料上がったのってったら「いや上がってないでも俺は困るんだと」と <laughs> 言われたらさ「<laughs> お前, <laughs> お前とりあえず離婚しようかしら」みたいなうちに思うでしょ <laughs> もうかみさんから横っら引っ張らかれるようになてるばかね <laughs> だからうんそのやっぱお 自分でねそのお金をあげようって思ったら、うん、提案なんでできないのかって考えてなかったからなんででも裏を返すと、うん、1>, 1億人ね人口がいるうちそういうことが考えられて行動できる人ってね、うん、1>, 1万人もいないんじゃないかな。ってことは、うん、そっち側に行けば、うん、楽になりますよ。 だから周りがね最低賃金なんで上げてくれないんだんで上げてくれないんだって,っていやいつか上がっていくかもしれないよ上げてくれないんだとかって不満持ってる中で、うん、いやお客さん視点を学んでさでちゃんと、うん、あの自分で自分の価値はこうだって決めようというふうにやったら、うん、私は楽になれるよ、うんで。ただこういうこと言うとさ年収1000万2000万一億を目指そうとかそんなんじゃないのよ。 もっとしょっぱい話でいいのよ。うんうん、なんか年収1億円を目指すとか、ね、年収1,000万円を目指すなんて本をね読んでる時点で他人の尺度で自分の目標を決めようとしてるからダメ。うん、自分は一体いくら欲しいのかなっていうところからも含めて考えないと。うん、1> あ月1万でいいやと思うのだ1万でいいじゃん。だってさ、うん、あの自分のお小遣いが5万が少ない3万が少ないじゃ1万円ぐらい増やしたいなって思ったから、ねうん、あのメルカリで例えばなんか転売してさ。 あ、1>, うん、1万円利益が出たから、ちょっと誰も文句言わんでしょう。うんで、そういう風に自分で稼ぐで、しかも。そういう人が今度増えていくとしましょう。うん、自分で稼ぐしかないよね。お客さんのことを考えるしかないよね。うん、うんっていう人が増えていけば、国が成長します。うん、そうです。うん、そうすると学校教師ができないことだね。で、でうん、そうするとあの国がだんだん成長していって、どうしても頑張れない人っているの。世の中には、うん、そういう人たちも救うことができるよね。 そうですね頑張れる人たちが正しく頑張って社会が豊かになっていったら救える人も増えるじゃん、うん、自分の人生も救えるし、うん、あの国も豊かになるっていう意味も含めてねあのコンサートの副業動画っていうのは月5000円とか1万円とかね含めて、うん、あのちょっとずつ上げていく方法を自分で考えるマニュアルは教えてません、うん、むしろマニュアルを求めてるんだったら買わない方がいいです どこか別のところでカモになってくださいと、ねうん、<laughs> 僕らはね、かあの見た人があ頭をかゆくなるほど考えさせるっていうビデオにしてあるから、今まで物考えてなかったんだって気がつくよね、うん、多分このビデオ見たら、うん、あこのじゃなくて、だからね、最低賃金1500円にするべきだというニュースがあって、でそれを生活費がね、必要だから、気持ちはすごく分かりますよ。 でも逆の視点で見たらそれはねダメだよね無理だよ無理なこと言ってるよねじゃあどうしたらいいんだろうじゃあ一人一人が稼ぐ力っていうのを見つけていけば最終的に国も豊かになる、うん、すごいいいことだと思いますよ、うんね、ただ国を豊かにするなんておまけまず自分の人生、うん、もっとしょっぱいのでいいんだよ自分の小遣いをあげたい、うんうん、そのために月一万増やすためにはどうしたらいいだろうって考えるっていうことは その他人の尺度で見られてきた人生から抜け出すことでもあるから、うん、私はすごくコンさんの副業講座っていうのはねあのいいんじゃないかなと思って、うんえー、紹介させていただきましたまあねあのこんなふうな形でコンさんの,あの国会議員ねあのこの新刊本をね国会議員に送るというプロジェクトがあってですねこのプロジェクトに関してはおかげさまで国会議員100人地方議員100人、うん、経営者100人完遂しました、うんうん、だけどこれからも国会議員は100人だけではない のであのもっとねいろいろカンパもね募っておりますのでよろしければねあのさらにカンパお待ちしておりますし副業講座買っていただければそれがコンさんの応援にもなりますそんなわけで今日も読書、はい、チャンネル登録といいねよろしく。 はい。いつも見ていただきましてありがとうございます。コンさんの副業講座3万3000円で販売しております。このような形で全10回という形でお送りしておりますが、こちらですね、さらに追加される予定になっておりますので、ご期待くださいで。追加に伴ってですね、あのー、値上げする可能性もあるんですが、現在は3万3000円というふうになっております。まあ、こちらのですね、利益に関してはコンさんが行うですね、 子供を守るためのイベント、こちらにも利益を寄付させていただきますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。